どうも、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日も放送ができてよかった。サブチャンネルからお送りしてるんですけども、なんかね、立ち上がりがね、昨日、今日とちょっとよく悪いんですよ。ですんで、一回シャットアウトして、もう一回スタートしてみてるんですけどもね、今回は放送できてるみたいでよかったです。私のこのサブチャンネルからお送りしている隠居 TV なんですけども、メインチャンネルのね、制限があと1週間ありますので、来週の水曜日あたりからまた元通りのチャンネルで放送できることだと思います。おかげさまでですね、この私の隠居 TV をご覧になっていた方、そしてご覧になれない方、連絡を取り合ってですね、徐々にこちらのサブアカウントの方も知らせてくださる方がいてですね、戻ってきてるかなというところでございますけども、まあでもある程度人数が戻ってきたところでまたメインチャンネルに帰り咲きますので、その辺はね、行ったり来たりでちょっとご迷惑をおかけすると思います。さあ、今日のテーマなんですけども、学校ですね。学校の意義と目的についてちょっと考えていこうかと思います。50歳を前にして、私にも子供ができましてね、今、1歳から、インターナショナルスクールというところに通ってるんですけども、まあ、もうすぐね、3歳を迎えるにあたって、進路をね、いろいろとこちらの方で設定してあげないといけないかなと思ってるんですよ。例えば、大和くんっていうね、本人の意思も出てくるし、選択肢も変わってくると思いますし、成長と変化に合わせて、それを受け入れるところっていうのはまたね、決めていかなくてはいけません。またですね、将来を見据えたときに、本当にこのままでいいんだろうか。学校の意義とか目的って何だろうか。なんで組織の中に、他人の中に預けるんだろうか。様々考えていくと、私は自分の家で教育をしても全く構わないかなと思ってるんですよ。ただやっぱりね、他者とどのように触れていくか、もしくは自分よりも優れた人に我が子の教育をお願いするとどうなるかっていうところも当然ありますよね。その他学校にも様々な機能があると思いますし、もちろんいいところと悪いところがありますので、それが親が選別してあげて、まずは教育機関を選択してあげるっていうのは、これは子供にはできませんから親がやってあげる。じゃあその選択した教育機関に通わせるだけの親の技量があるかってところもこれまた試されるというところがありますし、よしんばそこまでうまくいっても子供がそこの環境に馴染むか馴染めないかっていうところもありますよね。まあですんでね、自分の子供を持った時に自分の人生以上に責任を持っていかないといけないなっていうところも思い当たるところでございます。さあ、学校の意義と目的ですけども、この動画を今日ご覧になっている方は、いかがお感じでしょうか？私はですね、今ちょっと軽くお話したんですけども、まず、子供の幼年期、乳幼児の時ですよね。その時はもう自分で選べませんから、親が選ぶしかないですよね。まあ、親のエゴにもなりがちなんですけども、それはしょうがないです。子供が選択ができないんで。まず、教育機関とか組織という概念すらないですし、まだ子供も満足に喋れませんからね。ですんで子供から見ると社会ってのはお父さん、お母さん、そのくらいで終わっちゃうんですよ。ですんでね、親の見識がそのまま子供の運になってくるのかなと思います。親が自分の教育を通じて社会を見て、そしてどんな教育観があるのかを知っている選択肢がどのくらいあるかによって、そしてその選択肢を親がどのくらい扱えるかによって、子供が選べるものっていうのが決まってきますので、まさに子供からしたらね、親ガチャって言葉は最近あるみたいですけども、まあ、子供の運は親の見識、これとイコールにすごく近いのかなと思ってますよね。まあですんでね、あんまり認めたくはないんですけども、親の限界が子供の選択肢をかなり決めてくるかなっていうところは、これは一部にはね、納得しないといけないところがあるのかもしれません。次、子供が成長期に入ったら、子供は自分で選ぶことがある程度できるようになります。例えば、勉強するために行くんだ。近くがいいんだ。あの子と一緒に行きたいんだ、ね。いろんな選択肢の中から最大限それを尊重して、でも親とも一緒に考えていくってことになると思います。まあ、この時点ではですね、子供にどのくらい選択肢を広げてあげれたかっていうのが問われてくると思いますんで、世の中にはこんなところもあるよ、あんなところもあるよ、遠いところもあるし、近いところもあるよと。そしてその選択肢に対して、親はどのくらい子供に協力してあげれるのか。いい教育館であっても遠すぎて行かせられないとかね。いい教育館であってもお金がかかるんで行かせられないとか、様々な問題があると思うんですよ。ですので、親の技量ってのが、そのまんま親の運転技術がですね、社会に対しての運転技術が、やっぱり子供の選択肢を決めていくところもあると思いますから、ここでもやっぱり親の
責任というのは結構ね、重いんだろうなと。ある意味ね、自分の人生を構築するよりも、子供の人生の構築の方が、課題が大きいかもしれませんね。はい、清美さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、そして、子供が成長していく中で、三つ目のスパンがあります。それが、成人ですよね。子供がだいたい15から20歳ぐらいまでの間ですかね、成人っていうと。成人したらもうこれはね、大筋では自己責任です。子供が自分で悩んで、自分で選んで、自分が一番相談に値すると思った人、親かもしれないし、親以外かもしれないんですけども、そういったところと意見を交わすことによって、親が言えることってのはこれだけです。知名度を避けて、怪我を恐れずに挑戦しなさいと。ケツは持ってやると。骨は拾ってやるよ。みたいな感じですよね。そして子供には、あえて旅をさせるようなことをしなければならない。もう親がね、選択肢を提供する時間は終わったんですよ。子供が自分で自分の道を、もう茨の道だとしても歩んでいくしかないですし、もし困難な道であろうともそれを選んだんだったら、親は手出しをせずにですね、まあいつも後ろで、待っててあげることぐらいしかできないのかなと。あとはね、後方支援ですよね。資金の援助、人脈や知恵の援助、求められた時だけそれをするみたいなことをすればいいんじゃないかなと思います。あ、どうも、ワンファーさんもおはようございます。よろしくお願いします。今日は学校のいいと目的についてちょっといろいろと考えております。はい。そして、ここからはね、私が個人的に自分が経験してきたことをまとめて、どういうふうなことを学校の意義と目的としてきたかってことをまとめてお話ししようかと思います。ちょっと物騒な言い方になると思いますけども、私の場合はすごくシンプルですね。まあ、小学校を通じて中学、高校と、まあ、大学ではもっと別の概念になっているんですけども、大筋ではですね、私は学校の意義と目的っていうのは、恋愛と喧嘩、この二つに集約されていると思います。ね。で、恋愛と喧嘩っていう、最も一番好きなものと、言ってみれば最もね、嫌いなもの。この両方を、両極端を、まずは埋めておくこと。それによって自分の力量が決まってきます。一番好きなもの、恋愛。一番嫌いなものと喧嘩する、戦っていく。この間が自分の技量であり、自分が養われるべき学校の意義と目的だと思うんですよ。そしてですね、恋愛にはコミュニケーション能力が必要です。もちろん、喧嘩にも必要です。いろんな取引をしないといけないですし、たまには、ちょっとね、言葉で、揺さぶりをかけないといけないっていうこともあると思います。そのためにコミュニケーション能力、つまりは感情操作をするために学校の授業が役に立つわけなんですよ。感情操作ね。それを大人たる先生から感情操作ってのをこうやってじとーっと見ながらね、教わることもあります。ちょっとみんな静かにしろよっていうだけでクラスは静かになるかもしれません。そうしたら、なるほど、こうやって手を叩きながら静かにしろと言えば静かにするシチュエーションはあり得るんだなと思って、一つコミュニケーション能力が育つじゃないですか。あとはね、怒らないから先生に正直に言えって言ったら、本当に正直に感情をね、動かされて言う人がいると思うんですよ。じゃあそういうのも一つのテクニックであり、ノウハウなんですよね。まあ、言うに及ばず、国語や、英語の授業ですとか、社会の授業でも、ふんだんに感情を盛り込んでいます。だからそれをいかに生徒は受け取るのか、そして、授業の受け方をどのぐらい親が教えてあげれるのかってことが重要になってきます。授業に放り込んで終わりじゃなくて、おそらく学校ではこんなシチュエーションがあるから、こういう時はこうしなさい。こういう時はこう考えなさい。こういう時はこういうふうに表現しなさいっていうふうに、答えをね、まず最初に親が教えてあげることによって、子供にはいろんな対処方法が最初から装備されるわけなんですよね。それによって、どん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 つまずくことなく前に進む可能性が高くなるってことなんですよ。ですので、子供を学校に送り込む前に、どのぐらい子供にお土産を持たせてあげれるかっていうふうな家庭教育が礎にあることが重要だと思っています。その結果、モテる子供が親が自分の我が子をモテるようにプロデュースできるのか、それとも喧嘩の標的になってしまうのか、場合によってはいじめられるような子供を学校に送り出してしまうのかってことも多少決まってくるんじゃないかなと思います。はい。で、コミュニケーション能力が必要なのは感情操作のためってことですよね。もう一つ必要なのは数学的な思考法です。これはね、効率ですとかコスパ重視っていう考え方です。数学ってのは最小限の労力で最大限の効果を生むような公式をたくさん覚えていくんですよ。ですので、これを基本にしてですね、どう考えたらどういうふうな結果が出るのか、どう行動したらどういうふうな末路を迎えるのかってことを親がいっぱいね、見せてあげるとか、教えてあげるってことを学校に送り出す前にできるんではないかなと思いますんで、私はそのようにしようかと思います。まあ、例えばね、鋭い目つきで似たような顔をした男を睨んだら、お前何見とるんやって話になりますよね。それをあらかじめ教えておくわけですよ。そうするとですね、子供は、まあ私の場合は漫画で覚えたんですけども、子供は、なるほど、
人の顔を睨むと、ちょっと気が強いやつは向かってくるんだな、喧嘩になるんだなと思いますし、優しいスマイルでおはようって女の子に言うと、女の子は好感度を持ってくれてモテる自分になるんだなっていうふうなことを最初から親が教えてあげると、有利に立ち振る舞うことができるのがこの財産だと思うんですよね。ですので、学校の意義と目的は恋愛と喧嘩にあるんではないかなと私は今まとめてるわけなんですよ。というのが、私はね、学校に恋愛と喧嘩の2つをしに行ってるのもんだったんですよね。もちろん恋愛はもう全敗続きでした。喧嘩はまあそこそこ負けましたみたいな感じだったんですけどね。でも恋愛するには不利な子の見てくれでもね、喧嘩をするには有利だったりするわけですよ。で、また喧嘩ってのも、なんか弱いやつを徹底的にいじめるような陰湿な喧嘩をしてるとね、モテないってことが分かってましたんで、やっぱりね、同じような体格で同じように目つきの悪いやつとだけ、いわゆるね、ヤクザがヤクザにね、なんか抗争を申し込むみたいな感じですよ。もう敵の人には手を出さないみたいな、そんな時代でしたからね。まあですんで、普通の人とはあまり、いわゆるクラスメートとはあまり関わらなかったですよね。うん、まあそういうふうに一部、自分をなんかね、自分で特別視してね、まあ、越に浸っていた自分がそこにいたということでございます。そして、同時に都合のいい話ですけども、そんな自分を心密かに思いを寄せてくれる女の子がいるに違いないと思って3年間待っていたんですけども、誰も来なかったっていうのがね、恋愛が全部、負けになったというね、その結論だったかなと思います。ですんで、我が子には、大和くんには、普段からモテるような自分を演出することと、喧嘩っていうのはね、まあ、ドンパチする喧嘩だけじゃなくてもいいんですよ。負けてたまるかって気持ちとか、ライバルと競うような形とかね、それから見て見ぬふりをしないっていう正義に対しての喧嘩ですよね。だから悪い奴がいたら自分が立ちはだかっていって、弱い奴を守ってあげるとかね、そういった喧嘩の仕方も教えてあげないといけないかなと思います。もちろん、おかしな校則に対してはちゃんと生徒会ってものを運営して校則を変えましょうみたいな運動をしていく政治的な喧嘩のノウハウも教えてあげられればなと思うわけなんですよね。ということでね、私の場合は学校の意義と目的っていうのは恋愛と喧嘩ってことを今、説明させていただきました。で、その恋愛と喧嘩を成就させるためには、お話したように2つの能力、感情操作のためのコミュニケーション能力っていうのが必要だし、コスパを重視するための数学的な思考も必要だから、だから学校の授業が結果的に必要になってくるよっていう組み立て方なんですよね。何も試験に通るために学校の授業を真面目にやれってわけじゃないんですよ。試験なんて通らなくてもいい。でも、人の感情を動かして、自分を好きな人をたくさん作ったりとかね。そして、効率的にいろんなトラブルに勝つために、いわゆる喧嘩に勝つために、どうやったらコスパ重視ができるかなっていうことを、ちゃんと学校の授業で組み上げていくよってこともヒントにしてもらおうかと思ってます。当然、家庭でもそういうことを教えていきますので、学校依存じゃなくて、パパはこういうふうに思うよとか、それとか、学校でやることってのは大事なところはこことここ。まあ、お前、大和くんの性格だったらこれもこれも重要だよと。でもこれはいらないよね。こっちにかける時間はいらないよっていうふうに、まあ、親としてのアドバイスもね、できていったらいいかなと思いますね。ワンハーフさん、よろしくお願いします。アキラさん、どうも、サナさん、どうも、ご無沙汰でございます。コメントありがとうございます。しげみさんもいつもありがとうございます。あいさちゃん、おはようございます。サブチャンネルからお送りしてますんでね、気づくのが遅れちゃう方もいるかもしれません。すいません。あやさちゃん、ぴよぴよ来てますね。はい。清美さん。娘は小学4年生から自分の意思で一人ホームステイに行ってました。ニュージーランドがスタートした国でした。可愛い子には旅よって言うけど、まさにそれでした。心配もありますが、自立が早いですということですよね。素晴らしいじゃないですか。まあ、そういうモデルもありますんでね。学校っていうのは、いわゆる、道具ですよね。私たちから見ると。だから学校の中で全ての子供のドラマが完結するわけではなくて、子供の人生っていう中には様々なパーツがあって、家庭であったり、地域であったり、将来の夢であったり、過去の自分であったり、そしてその一部ちょろっとしたところに学校っていうスタンスがあるのかなっていうところでございますね。吉見さん、どうもおはようございます。昨日はとうとう一睡もできずに朝が来た。あ、そうなんですか。それはお辛いですね。やっぱりね、ぐっすりと寝て爽やかに起きるっていうのは、こんなね、幸せなことはないですからね。でもやっぱ寝づらいっていうのは結構ね、辛いですよね。お体お大事にされてください。キョミさん、吉見さん大丈夫ですか？お昼でもゆっくり寝てないということですね。はい。眠たい時に寝ればいいと私も思うんですけども、学校に行ってるとね、授業中に寝ると、おいそこうみたいな感じで怒られちゃいますよね。今となってはちょっと懐かしいエピソードだったんですけども、いや、寝たい時に寝て何が悪いんだよみたいなね、損するのは俺だよ、ほっといてくれみたいな感じですよね。私はね、当時ね、そういうふうに思ってたんですよ。例えば、授業中にお弁当を食べます。授業中に昼寝をします。授業中に漫画を読んでます。損するのは授業を受けてない私なんですよ。でも先生がね、
私みたいな人間を見つけて、お前立ってろとか言ったり説教すると、確実に3分なり5分なりがクラス全体から失われるんですよ。だから僕なんかほっといて授業進めてくださいって勉強したい人はいるんだから。いや、お前がちゃんとすれば授業に戻るよって言うんだけど、いや、それはもう無意味なんで、私はもうほっといてくださいと、落ちこぼれなんで、わかりました、さよなら、真面目に聞いてても頭に入んないから、もう最初から聞いてないんです、それでいいじゃないですか、みたいなね、損するのは僕一人で十分です、みたいな、理屈をこねたんですけども、後で職員室来いって言われますよね。まあ、職員室に行きましたけどね。はい、よしみさん、あやさちゃん、おはよう、今日の送迎の都合つきましたか。あ、なるほど、そういうこともあったんですね、あやさちゃん。学校生活はセルフプロデュースのための道具ですが、失敗すると私のようになりますので、親がある程度過保護になりすぎないように干渉するものだなと思います。そういうところもあるでしょうね。よしみさん、お大事に、今日は素直に学校に行くって言ってくれるかしら。うん、ですよね。今のところ私のヤマト君もね、一応学校にはね、行きたがらないですね。車に無理やり泣きながら放り込むわけなんですけども、まあでもね、楽しく行くときもあったりとかね、人の気分は様々ですから、だから毎日を同じようなルーチンにはめ込むことが必ずしもいいことではないですし、時にはね、逸脱させて、今日はおもちゃ王国行こうよみたいな感じでおもちゃ王国に連れて行くこともあると。で、連れて行ったら寝ちゃうということで、何のために来たんだろうみたいなね。まあそういうふうにスケジュール通りにうまくいかないよっていうのを前提に人生を織り込んでいけば、そんなに慌てることがないのかなと思いながらの私の日々でございました。それではね、先ほどの話に続きますけども、じゃあ、恋愛を成功させるために何をやったらよかったのかなっていうふうに私なりに振り返って考えることがありました。それはこのまんま大和くんにも教えていきたいなと思うんですけどね。まず恋愛を成功させようと思ったら相手が必要じゃないですか。ですんで、まあ学校でも行っとこうかって話ですよね。そうしたら学校には男の子も女の子もいますんで、ある程度恋愛の可能性が高まるわけですよ。その中で自分の感情を最も引きつけてくれそうな相手を見つける必要がありますんで、やっぱりね、まあ、遠くから女の子を見るのも大事ですけども、直接語りかけてみるっていうふうなアプローチをこちらから取っていくのが第一段階かなと思ってます。恋愛の成功の第一歩は、こちらからやっぱりアプローチしていくことね。まあ、日高さんにもちょっと聞いてもらいたいところですけどね。最近来てないですけども。はい。そしてですね、次に、相手に自分を知ってもらう必要がありますよね。だからそれなりのアピール、目立つことが必要なんですよ。学級委員で目立つのか、成績トップで目立つのか、乱暴者で目立つのか、面白いひょうきん者で目立つのか、部活で目立つのか、様々ですけども、何かで目立っていって、相手のね、自分が可愛いな、好きだなと思った女の子に、あれ、大和くんっていうふうに気づいてもらわないと恋愛が第二ステップ始まりませんので、やっぱそのためにやることがあるかなと思いますよ。そのうちの一つとしては、大衆を味方につけていれば有利だなってことも、大和くんに教えていこうと思います。つまり、クラスで、大和くん、大和くんっていつも声をかけられるような、味方の多い存在に、いわゆるね、クラスメートを手なずけておけば、自分が好きな女の子も自分に対して、まずは知ってもらえるし、あ、みんなに人気があるのねってことで、好感度から始まるわけなんですよね。だからこの根回しはね、普段から恋愛相手が見つからない時からやっておけばいいんじゃないのってことを、まあ、お伝えしていこうかなと思います。もちろんね、そんなにうまい環境ばかりじゃなくって、なんかみんなからね、のけものにされるようなスタートもあると思うんですよ。さすがに。おい、なんか大和が来たぞ、ね、口利かんとこうや、みたいな。そんな寂しいスタートもあると思うんですよ。でもそういうことが起きても、こうすれば大丈夫、ああすれば大丈夫、こういう環境に変わっていこうか、ああいう環境に変わっていこうか、みたいな仕込みをね、親の方から私の方はしていこうと思うんですけどね。まあ、あの手この手というね、こともありますけども、なんとかね、学校に行く目的の、私の設定する目的の一つには、恋愛の成就っていうのがあるわけなんですよね。せめて初恋を、教育機関の中でやってもらいたいなと思いますし、もちろん学校を外れたところでね、出会ってもらっても全然いいんですけども、その可能性はそんな高くないと思いますんでね。出会い系サイトを教えるわけにもいかないですし、近所にはもう同じ年代のこうお子さんはいないし、みたいな感じでなかなか難しくなってますんで、やっぱり、集団が集まりやすい学校っていうところに、最初の恋愛依存するのかなというふうに思っております、はい。で、大衆を味方につけることができなければどうするかっていうと、自分の考えた好きな女の子に対して直接関心を持っていただく必要がありますよね。そうするとね、本当に強く自分がその女の子にアプローチできるかどうかっていう自分の力が試されることになりますので、どういった自分なりの魅力を引っ提げてその女の子に気づいていただけるかっていうものを、やっぱりね、もっともっと考えていかないといけないかなと思います。つまりこれビジネス的に言ったら、ダイレクトレスポンスマーケティングなんですよ、これは。で、
そのために発する言葉っていうのはキャッチコピーなんですよ。じんとする言葉、口数は少ないけども心に残る言葉をその女の子に直接的にも間接的にもどのぐらい残せるかな。時にはお手紙を添えてとかね、こう日直のご案内な感じでも隅っこにちょっとイラストを描いておくとかっていうのでハートをつかむようなテクニックってのありますんでね。で、こうしたクラスメートなり好きな女の子からの好感度ってのがビジネスで言うと売り上げだと思うんですよ。で、この場合ね、自分の売り上げが高くても、ライバルの売り上げが、他社の売り上げが大きい場合もあるんですよ。そうなると、自分の好きな女の子は迷った挙句、ライバルに取られちゃいますので、やっぱりライバルを知るってことも大事ですよね。つまり、同じような特徴を持ったやつが周りにいないかなって見ておくんですよ。で、同じような特徴を持っていったら、その自分よりも優れた特徴を持っている人よりも、さらに優れるために、ライバルっていうね、位置づけを持っていくとか。それとも好きな女の子が自分にはないね、別の魅力に対して行っちゃった場合は、自分も別の人格とかね、人柄を身につけるために新しい部分に挑戦していくってことも、自分の成長とか、それから恋愛を上手されるために必要なんではないかなっていうふうに、まあ、伝えていこうかなと思いますけどね。ということで、恋愛を成功させるために、この売り上げたるね、売り上げって言い方がね、経営者っぽいですけども、売り上げたる自分の人気とか認知度を広めておくってことが、マーケティングが大事だよってことが一つです。このために国語がいるんだよってこともね、伝えていこうかと思いますね。もう一つですね、数学的な思考法っていうのが恋愛には必要だよってことも教えていこうかと思います。数学的な思考法っていうのは、こう経費感情なんですよ。最も少ない労力で最も効果的に相手のハートをつかむためには、どんなことが考えられるかなってことですよね。最短かつ最小の時間、そして資金、時には資金、そしてエネルギー投入を計算して、卒業までの3年間ってあっという間に過ぎますんでね。いつまでにどういうふうにしておくのかってことをちゃんとシミュレーションしておくことが大事だよっていうことも、これも伝えておかないといけない。行き当たりばったりでうまくいくほどお前はモテないんだから。そうじゃないよ。ちゃんと戦略を立てて、あの子のハートをキャッチしていこうよ。そうなったら彼女のハートがつかめなくても、そのノウハウは次の恋愛に活かせるからねってことで、これ数学的な考えです。非常に非感情的な考えです。でも先ほどお話した前半は、とにかく感情を動かすような相手、そして相手から感情を持ってこれるような自分っていうパフォーマンスを出していくことなんで、感情論なんですよ。で、今お話している数学的な思考法っていうのは完全にこれはね、非感情論です。もう効率論、コスパ重視なんですよね。だから、クリスマスまでにとか、修学旅行までにとか、卒業までにとか、夏休みまでにとか、日曜日までにみたいな段取りを冷たく計算で組んでおくんですよ。で、これがダメだったらこっち、これがダメだったらこっちの案っていうふうに、B 案、C 案、D 案っていうふうに対案をいっぱい練っておくことによって、相手のハートをどこまでも追っかけていくみたいな、ね、そんな戦略のことですよね。だからここには感情は入りません。でも人間は感情から入るんですよ。感情から入るんだけども、その感情を成就するためには計算が必要だよってことで、結局学校の勉強いるよねっていうような形なんですよね。はい、多少ね、ちょっと社長こばったことを申し上げましたけども、大筋はこんな感じで私の場合はね、自分のことを振り返りながら、大和くんへの教育をなんかぼんやりと考えているところかなと思います。はい、よしみさん、清美さんありがとうございます。はい、気ままにあやさちゃん。息子は今日は遠足なのでワクワクで、娘は学校、うまきいかないのでイライラしてますよね。あ、なるほどね。あ、ちなみにそういえば今週の土曜日ね、大和くんもね、遠足なんですよね。親子遠足動物園なんですよ。いや、まあ遠足にはいい時期かもしれないですね。はい。あやさちゃん、みんなで昼寝しよう。ちょうどいい昼寝は健康に良いらしい。はい。まあそうですね。だから昼休憩に、ちょっと昼寝をするっていうのもあると思いますけども、眠くなるのって残念ながらね、午後の授業が始まって、それがね、だいたい波に乗ってきて30分ぐらい経ったあたりが心地いいんですよね。だからあの時間帯は本当にね、眠たくなるような授業をしてほしいですね。そしてクラスの何人かが寝たら、じゃあクラスは自習にしますんで、先生出ていくねみたいな授業だったらいいなと思いますけど。そんなことは許されないかもしれないですけどね。ちなみに学校の先生ってね、個人的な意思ってのはみんな持ってるんですけども、組織の中で公務員を演じるためには、もう本当にね、絵に描いたような紋切り型の対応するしかないっていう不自由さはあるんですよね。だから先生っていうのも、公務員でなければ、民間の学校組織だったらみんな自由にやったり、個性伸ばしたりとか、時には昼寝したりとかってできるんですけども、残念ながらね、税金が投入されてるところでは、
今までと同じことを繰り返すしかないっていうジレンマありますよね。だから学校の先生が無能だったりね、学校の先生がダメ人間ってわけじゃなくて、それをするしか選択肢が与えられてないってことなんですよ。だからそこは理解した上で、聞ける無理と聞けない無理があるなっていうのを、私たち親は学校に対して見計らっていかないといけないかな。その上でやっぱりインターナショナルスクールっていうのは費用は高いんですけども、ほとんど自由なんでね。そこがいいなと思います。うん。カリキュラムも特にないですしね。ノルマもないんですよ。で、先生もどんどん入れ替わるし。そういった意味では、なんかその矛盾も確かにありますんで、パーフェクトではないですけども、一つの特色がある学校としてね、親が選択する上で一つ選び抜く選択肢に入れてもいいのかなと思いながら、まあ今ね、大和くんから感想が聞けないんでね、なんとも言えないですけども。ただ、昨日、担当の先生からレポートが送られてきて、非常に私としてはね、自分の不安を払拭するに足る十分な個別の案内でございました。いや、本当にね、個人的な見解をね、語ってくれる上では、公立の学校よりも、こういった公立じゃない学校の方が優れてると思いますね。個人的な見解ですから。だから、間違ってるかもしれないけども、私はこう思うよっていうふうに、直接関わってる方が個人的な意見を言ってくれるのっていうのは、すごくありがたいんですよね。直接関わってるのに、個人的な意見は言えないんですけどって前提になっちゃうと、じゃあ何のためにあなたが先生いるんですかみたいなことになっちゃいますからね。でも、先生ってのはそういう役割なんで、みんなに同じ役割を演じないといけなくって、個性的価値の応援っていうのはね、確かに名目上ありますけども、実際にそれをやることは許されないし、時間的にも、それから職場、立場的にもね。本当に個人に肩入れする先生っていうのは、金髪先生の世界の中だけなんですよね。残念ながら。やっぱり、公ですからね、税金が投入されてるんで、同じ人間を作らないといけないし、同じ人間を作るのを目指すのが、そういった公立の学校なんで。つまり、代わりの効く人間を作りましょうっていうのが学校の正体なんですよ。でも、現実には代わりの効く人間っていうのは必要なんですよ。なぜなら、ちょっと前のサラリーマン社会ですけども、誰がポカ休みしても会社が回るようになってるんですよ。つまりは、替えが効くことをみんなでやってるから、何人かが休んでも何人かが急にいなくなっても大丈夫なんですよね。でも今のベンチャーってどうですか ?3 人とか5人の会社。誰が抜けても会社回らないんですよ。だからブラック労働とかをせざるを得ないし、今日は休めない会議があるって言ったら本当に休めないんですよ。その人がいないと会議が成り立たないんでね。だから一長一短です。あなたにしかできない、代わりの効かない人材になるっていうのはかっこいいことですけども、でも自分がいないと回らないところがあるっていう恐ろしいボトルネックを抱えることになるんですよね。これがものすごい高いリスクになっちゃうんですよ。で、A さんがいなければ会社が成り立たないとかね。そういうことなんですよ。例えばね、イーロン・マスクさんがいなくなったら、テスラ・モーターっていう会社が成り立たないみたいな、本当に一人の人が会社のほとんどの実権を握るっていうのはこういうことなんですよね。でも、何も聞いたことがない中小企業で社員が100人っていうところは、3人ぐらい急にポカ休みしても会社はちゃんと同じパフォーマンス出すんで、代わりの効く人材っていうのはやっぱりいるんですよ。その上で代わりの効く人材がたくさんいるからこそ、代わりの効かない一部の個性的な人が、まあ、やっていけるってことなんですよね。はい。次ですね。お、清美さん。よしみさん。昨日も3時前まで起きていたのに LINE してくれたら喋れたよ。いつもお気軽にお声掛けくださいね。深夜は強いから。あ、なるほど。まあ、お疲れ様でございます。本当に。体大事にしてくださいね。清美さん、あやたちゃんはお弁当作りですかね。2人分の子育てはパワーがいるね。そうなんですよ。それはね、本当に思います。敬意を表したいと思います。よしみさん。清美さん、優しい言葉、ありがとうございます。嬉しいです。で、あやさちゃん、きよみさん、今日はこれからお弁当作りです。眠いですね。のくさん、おはようございます。皆さん、話題とは関係ないけど、ドル円 128.9 円。これでここ数週間、トータルで負ける人いないでしょう。買いさえ入れれば勝てる相場。史上一番簡単な相場。今勝てても実力ではないね。うん、でも、のくさんね、これね、結構勇気がいるんですよ。もうやっぱり、あ、ずっと伸びてきたんだけども、これからはどうかな。ここまで高くなったってことはもうそろそろ終わるんじゃないのっていうふうな勝手なブレーキが働くんで私は言うんですよ。相場解説ですね。ロスカット食らうまでずっとバイを入れろみたいなことで、ね、ずっと言ってますけどね。バイ&バイ、バイ&バイ&バイ、ね。勝つことだけもうロスカット食らうまでどんどん勝て。ね。追撃追撃追撃みたいな感じで、私もね、視聴者さんの規模を盛り上げるためにもうセルなんて一言も言わないわけですよ。で、ずっとレンジオプションを構えてここをクリアしたらバイで行きましょう。もうそればっかりですよね。で、昨日はね、さすがにね、まあ、ちょっとね、慎重にこれからの行く末を見守ってくださいって形で小刻みに利確しましょうみたいなことを言い出しましたけども、それでもやっぱりね、セルの方に向かいましょうみたいなことはね、うん、やっぱり多くのトレーダーさん言えないと思いますよね。
でも、これ、本当にね、勇気がないと、こういう状況でも買いを入れられないんですよね。で、私の場合はね、昨日もね、はい、ありがとうございました。大変儲けさせてもらいましたって感じですけどね。いや、本当に楽ですね。この、なんていうの？今年に入って、まだ4ヶ月終わってないんですけど、1000万超えましたからね、ですね、FX の利益が。あ、こうなるんだと思いましたよ。毎日やってると、その相場が一方的に傾いた時って、もうチャンスと思えるんですよね。でも毎日やってないと、たまたま上がったのかなとか、この辺から下がるんじゃないかなっていうような、勝手な理屈が入ってきちゃって、テクニカルをね、ないがしろにしちゃうんですよ。だからやっぱり大筋じゃテクニカルがものすごく強いんで、エントリーしたのと同時にロスカットラインを引いたら、あとはもうずっと放置ですよ。で、勝ちをどんどん伸ばしていってね、あとは追撃をかましていくみたいなね。まあそういうふうな小技を使っていって、利益を最大値にしていただきたいかなと思いますよね。はい、あやさちゃん。ノクさん、今買ったお金は大切にして値上げ対策に当てないとですよ。年内いくら値上がりするかわからないですから。うん。そうなんですよね。まだまだ値上げは来ると思いますけども、値上げに負けないようなトレード技術を持っておけば、もう怖いものなしなんですが、ただね、やっぱり片方では、そのトレードで勝ってるっていうのはね、何かを生産するわけではないので、世の中的にはインフレが起きて物不足、品不足になって、食べ物の争奪戦が始まるかもしれないですよ。その中でトレーダーとして利益を上げた人は、まあなんていうのかな、一人勝ちで、どんなに高くても買えますよみたいな状況になっちゃうんで、なんかすごくね、こう、じくじたるものがありますね、それは。つまりビジネスっていうのは、誰かに喜んでいただいてお金をいただくっていうことの循環なんで、みんないい目を持ってるわけなんです。お金を払った人ですら、何かのメリットを得てるわけなんですよ。でも FX っていうのは、お金を失った人っていうのが、今のこのね、一方的な相場の中でもいるわけなんですよ。ロスカットを食らったりとか、で逆決済食らってる方っているんですよ。いないと、私が利確できないから。だから私が勝ってるのと反対側では、やっぱりお金を失った人がいっぱいいるんですよね。これ不思議なことかもしれませんけども、これほどの一方的な相場の中でも全員が勝つことはないんですよ。多数の方が負けてるからこそ、この一方的なトレンドってできるんですよね。このパラドックスとロジックですよね。この皮肉さですよね。私が1000万勝ったってことは、誰かが、例えば10万円失ったトレーダーさんが100人いるってことですからね。で、ほとんどのトレーダーさんって、FX のトレーダーさんって10万円以下でやってるでしょ。だから、こうしてる3ヶ月、4ヶ月の間に、何百人ものトレーダーさんが退場していってるって事実も私はね感じるんですよ。私が利確するたびに。だからみんなが勝ってるっていうふうに思っちゃうんですけども、やっぱり9割は負けてるんだろうなというふうに考えちゃいますね。キョミさん、ノクさん、娘が大学生の時はいつも米ドルが気になりドキドキでした。今すごいですよね。と。ノクさん、はい。2年かけて値上がりしますし、給料は下がると予想していますので、いろいろ準備しています。あやさちゃん。はい。あやさちゃん、ありがたく昨日は私の中ではかなり利益が出ました。全部売上、値上げ対策に貯めておきます。うん、確かにそうですよね。うん、まあ、なんだかんだで、投資で利益が出せるっていうことを知っている方は、こういう時にでも生き残る可能性は強いです。えのくさん、娘さんが大学生の時、留学生でしたっけと、キムさんに質問が来てますね。それでは私の今日のテーマをそろそろまとめていこうと思います。学校における勉強の意義なんですけども、これはですね、従来なら良い進学をして良い就職のために行うことだと思います。これはね、常に組織に参加する一員になることを前提としてるんですよ。将来就職するために勉強して進学するわけでしょ。で、個人で生きることっていうのは前提にされていないんですよ。学校という小さな社会の中で小さな競争をして、その中で序列をこと細かくつけていくこと。これが学校教育ってものの仕組みなんですよね。その中には、上級の組織に振り分けられる人もいれば、中級の組織に振り分けられる人もいます。そして、下級組織に振り分けられる人もいて、なんと、戦力外として振り分けられる人もいるんですよ。ね、こういった振り分けの組織が学校ですから、そこに我が子を放り込むんですかってことをもう一回問い直さないといけないですよね。さらに選択としてはね、上級組織に入ったんだけども、そこで株要員になるっていうね、そういう浮き目もあるわけですよ。ね、例えば大会社の平社員っていうのは、いいのか悪いのかっていうのは客観的には分かりませんけど、そういう立場は確実に誰かがやってるってことなんですよ。で、逆にですね、株組織、小さな中小企業、零細企業のトップランカーになる方法もあるんですよ。つまりは、小さい会社に入って社員5人くらいの取締役とか社長になる道もあるわけなんですよ。ね。だから、小さい会社にしか行けないからって言って、世の中真っ暗ではないんですよね。小さい会社の中で、まあ、お城の殿様になるっていう方法もありますんでね。うん、だからこれをね、
学校生活のいわゆるちょっとね、今日テーマに出しませんでしたけども、喧嘩っていう中で知ることがあります。それは弱小高校の番長、番長は今ないですけど、弱小高校の番長になるのか、それともね、番長みたいなのが、集まってくるような吹き溜まりみたいな高校に行って、そこで相場になるのかっていうね。どっちが難しいですか、どっちがあなたに向いてますかってことなんですよ。ね。もう、誰もがビビるような唯一の存在になる。そのために、何ですかね。各中学で名を連ねた者がね、名を挙げた者が、総本山として進学してくる、なんかどっかのね、工業高校みたいなところに、ハイスクールラグビーみたいなところに行くのか。で、そこで、全部の番長をまとめて総番だっていうのを目指すのか。それとも、あ、自分は、ちょっとね、中学ではパッとしない存在だったし、なんなら高校デビューだけども、あ、このお坊ちゃま学校、お嬢ちゃま学校だったら番長できるかなと思ってね、進学校の番長をするみたいな、そういったね、風の読めないようなね、高校生もいますからね。で、どっちが自分としてはなんか、立ち回りやすいかってとこでしょうね。まあ、これは学力の面でも言えるし、モテるモテないっていう話でも同じようなことが言えるわけですよ。ひいては、自分がなんでね、社会人になるのかってことも言えて、大組織に入って、自分は東芝の社員ですって名乗りたいがためにその会社に入って一生窓際でもいいのか、それでも幸せに生きる方法ありますからね。大企業の平社員でいることが恥ずかしいことは何でもなくて、誰かがそれを必ずやってますからね。で、零細とか中小企業の、まあ、社員っていうのも必ずいるわけなんですよ。それを誰がするかなんですよね。だからその組織を目指してる人がするのが私は一番いいと思うんですよ。で、その中で小さな企業だけども、ああ、なんか専務とかっていうね、名称をもらって、同窓会で、お前専務なんすごいじゃん。いや、肩書きだけだよ、形だけだよって言って謙遜できるのかってところですよね。うん。もう私もはばかりながら、複数の会社の社長をやってますけども、今社員は誰もいないんですよ。営業も何もしてないんですよ。でも肩書きとしては名刺には社長って書いてますんでね。じゃあそれがかっこいいのか、それともこっぱずかしいのか、これには大して意味がないなって考えるのかなんですけども、私の場合は、とりあえず子育ての中でね、大和くんと君は、会社を持ちなさいと。社員はいなくてもいいし、いてもいいけども、会社の代表になって、そのやり方を教えてあげるから。で、ビジネスも売り上げも教えてあげるから。で、自分の組織を作って自分の組織に入りなさいっていうことは教えていこうと思います。で、少なくとも、パパの知らないような人の作った組織に入るのはあまりお勧めしないよねっていうようなことは言おうと思いますよね。つまりは就職ですよ。ね、多くの人が就職してますけども、その就職先の代表の方とかね、幹部の方っていうのは、多分、ご両親ご存知ないと思うんですよね。うん、誰の会社それ。社長誰みたいな感じですよね。まあソフトバンクにも入れば別ですけども。まあそんな感じでね、別に会社に色恋をつけるわけではないんですけども、子供が何を目指すべきか、何だったら扱えるのかってことをやっぱり見極めて進めていかないといけないかなっていうのが、学校における勉強の意義かなと思っております。そして、新しい発想として今日の最後にまとめさせてもらうんですけども、まあ、お金を毎月稼いでくるためだけの組織入りを目指す学校教育とは別にですね、最初からお金を目標としていない、目的としていない場合は、どのように学校と付き合っていくべきなのかっていう考え方が私にはあります。まあ、とりあえずは、大和くんが一生やっていく分は、なんとか私の家庭でやっていけると思うんですよ。今のお金があるだけじゃないですよ。私の投資の技術とかビジネスの技術で、多分大和くんが希望するんだったら、お前が一生困らない分だけの財産を残してあげるよ。その上で自分が本当にしたいことって何なのか選びなさいと。お前は金稼ぎのために、自分の生活費を稼ぐために学校に行く必要はないんだけども、会社に入る必要はないんだけども、でも大きなお金を動かしていきたいとか、たくさんの雇用を支えたいっていう意味があるんだったら、それは会社に入ったり、会社を作ったり、企業活動するのは大いに意義があることだよってことを最初から答えを教えてあげないといけないのかなと思ってるんですよ。で、10歳には FX をマスターして、とりあえずお金の問題で困ったら FX をやりなさいっていうふうな、自分に振り返ることね、自分に戻ることをずっと教えていきたいなと思うんですよ。なぜなら FX のテクニカルっていうのはこれからも多分未来永劫変わらないからなんですよ。同じテクニカルっていう手法で同じように利益が出るわけですから、これ誰がやってもですよ。誰かがやるからテクニカルが効果が高いとか効果が低いってことじゃなくて、テクニカルがマスターできればもう誰がやっても一緒ですから、はっきり言ってこれ AI でもいいわけですよ、もうそうなると。ただ残念ながら、まともな AI トレードっていうのが今のところ私の目の前に全然出てきてないんでね。だから全ての AI とか、なんとか FX 自動取引とかね、シグナルツールってのは全否定ですね、私はね。私のこの裁量で勝ち続けてる目から見て、勝てるテクニカル、あ、違う、システムとかないんですよね、今のところ。
だからもしね、これだったらどうですかってものがあったら見せてほしいですね。今のところね、だいたいね、300万から500万ぐらいのものをいろいろと紹介してもらったんですけども、どれもこれも私の裁量のが優れてますって結論なんですよ。だから私の裁量以上に自動決済とかシグナルツールですごいものがあったら私はまっすぐ買いますね。そしてその買った結果、皆さんに紹介しますんで、ご期待ください。今のところはありません。6年間やってきて。鳴り物入りで紹介してきたものとか、軒並みダメですね。一瞬は使えるけどとかね。で、1年ぐらい経ったらもう破綻してるみたいなものばっかりです。つまりはテクニカルが入ってないんですよ。テクニカルって500年前からあるわけですから。なんでここ1年2年で使えなくなるんだって話じゃないですか。つまりは瞬間的にうまくいったところを切り取ってセールスに使ってるだけっていうのがその正体ですから、皆さんご用心くださいね。はい。そしてね、いつ組織を離れても全く困らない自分の確立を前提とする家庭教育。これをなんとかね、5歳ぐらいまでにやっておきたいなと思うんですけども、なかなかうまくいかないでしょうね。うん、まあでも、それをやろうとしているってことだけでも今日こうやって記録に残しておきたいと思います。以上です。キムさん。はい。高校は1年間、大学は6年間、それからずっとアメリカ、一人娘ですがアメリカ人になってしまいました。キムさん、この10年余り、我が家は娘の代わりの4匹のアメリカンショートヘア、にゃんこたちです。これからの方が実に可愛いです。はい。ノクさん。なるほど。留学生ならドル円より身近ですよね。留学生良いですね。うちの親の財力じゃ無理でした。キヨミさん。はい。あやさちゃん、留学したかったなぁ。SARS とトリフルエンザで、渡航禁止になった大学時代。いやー、そうですか。私もね、スペインのホームステイしたかったんですけども、金がなかったですね。まあ、いろんな問題で、本当はやりたかったんだけどできないよっていうところが起きますけども、まあ、昔から万難を排してって言葉がありますけども、やっぱりなんとかね、好きなことって、やればよかったなって思っちゃいますよね。だから、もしね、あの頃やっておけばよかったなってことがもし見つかったんだったら、今日からやりたいなと思いながら、50歳にいて、私はプロボクサーを目指すというね、無謀な挑戦をしようかと思いますけども、でも、無謀なくらいじゃないとね、無謀なくらいじゃないと、夢じゃないですよ。ね。やっぱり、それは無理だろうって笑われるくらいのことをやるから、なんかね、挑戦したとも言えるんじゃないかなと。あんたならありえるよねってことだったら、それはまだちょっとね、びっくりさせるようなことしたいですかね、やっぱね。よーし。じゃあ、これから10年かけてね、スーパー60歳になるぞっていうところですか。はい。ノクさん。私は権利的収入を生み出す法人を子供に引き継ぎます。もちろん稼ぐ力、投資力を相続するのが大事。あ、嫁もいないわ。いや、でも、ノクさん、養子を取るってのはどうですか？私は本気で考えていたのが、35歳の時にね、だいたい40歳ぐらいまでに5年かけて、バツイチの女性と再婚しようとしてたんですよ。で、子供がだいたい3歳とか5歳ぐらいで、まあ、入児期を終わってね、これから小学校に入るよ、みたいなところで、母子家庭があったら、私そこと再婚してですね、なんかそれはそれでもうまくいけると思うんですよね。で、自分の意思を継ぐのが実の息子である必要はないですから、気の合う、他人がいるんだったら、それが家族になると思うんですよ。まあ私はそういうふうに考えていましたけども、まあ5年間かけて誰も見つからずに、結局は40過ぎてね、知り合った彼女と結婚して今に至るということで、まあなんとか恋愛結婚が成り立ったわけですけども、ここでね、恋愛に対してもね、ものすごく注意しないといけない点があるんですよ。恋愛っていうのは感情の動きで相手を決めたわけですよね。でも結婚っていうのは最も冷静にならないといけない時なんですよ。最もコスパを重視しないといけないときに、最も感情で相手を決めちゃうのが結婚なんですよね。私の場合、特に。で、感情って、モチベーションですから、熱くなったり冷めたりするわけですよ。じゃあ、お互いに冷めた瞬間が、クロスマッチしたときってどうなるかってことなんですよ。まあ、離婚の危機がすごく高まりますよね。で、今のところ私はね、毎日、奥さんに惚れ直してるんで、その心配はないかなと思うんですけども、あとね、毎日毎日ドラマのような演出をしますので、自分もね、なんかその気になるし、彼女も奥さんもその気になるしみたいな感じで、まあ結構ね、その毎日をドラマにすることっていうのが私も好きなんでね、演出がね。まあだからこうやってね、ボールプールとかすぐに作るんですけどね。まあけど、どうすかね。まあこれも YouTube のおかげなのかな。もともと私ね、タレントがしたくって、映画監督がしたくってっていう夢を今 YouTube で叶えてるようなもんなんで、
もう私の人生そのものが役者であり、私の人生そのものがドラマですからね。うん、このままね、続けばいいなと思ってますよ。このドラマが。さあ、どんなクライマックスが来るんでしょうか。そして、どんなトラブルがこれから起きるんでしょうか。まさに台本はないですね。はい、皆さんもね、それぞれ素敵な人生を送っていると思います。これからも、こういった場を通じて、素敵な人生、お互いに話し合っていければなと思います。あやさちゃん、私は地べた張ってでも生命力強く生き抜いていく方法を子供に教えます。素晴らしい。私もそうしようと思いますね。うん。叩きのめされても、泥をすすってでも生きていけ、みたいなね。人間大差ねえよ、みたいなことはね、しまいには。勝とうが負けようが、結局トントンになるよって。はい、ノクさん、バツイチ子供か。若い嫁か悩ましい。いや、バツイチ子供で23歳の奥さんとか良くないですか？ノクさん。20代の前半で、もう男性とうまくいかなくなっちゃってね。で、早めに結婚して出産したけども、なんかうまくいかなかったわっていうふうに、世の中ぐるーっと一回りした女性、そして22歳、23歳の方っていると思うんですよ。じゃあそういう方に経済的な支援もできるよっていうことは、大いに頼りにしてくれると思うし、なんかね、それも男の魅力の一つだと思うんですよ。男の魅力っていうとね、やっぱこう体力があったりとか、性的な特化していたりとか、かっこよく社会の第一線を生きてるとかね、うん、それからモテるとかね、顔がいいとかいろいろありますけども、なんか経済的基盤が整っているっていう上での自信とか見識っていうのはね、やっぱりそれはそれで女性から見て魅力的だし、この人と一緒にいたら生活で困ることはなさそうだなっていうのを、自分の魅力、男性に対する魅力のウェイトをね、大きく考えていらっしゃる方もいると思いますんでね。私は逆にですよ、生活の心配がないからあなたと一緒にいますって言われたら、それはそれでも安心ですからね。生活の心配させないよ、大丈夫。他のことは目つぶってねって言えるんでね。まあ、私の場合は完全にそういうのは関係なくて、私、ド貧乏の時に彼女と知り合いましたからね。もうすごいですよ、なんか、4畳半のところに一緒に住んでましたからね。それこそシングルベッドに2人で寝てたみたいなね、立ち上げ式のベッドですよ。でそのベッドがだから落ちましたからね、さすがに。ドカーンって。家賃3万5000円だったんですけども、3ヶ月以上滞納してましたよ。で、毎月毎月100万以上借金ができたんで、自分の住みかの家賃なんて払えなかったですよ。まあ、それが私がね、40歳の時に起きた現実だったんですけどね。はい。きよみさん。ノクさんや久保先生が親なら、たくさんの選択肢が選べるでしょうね。私たちは本当に大変でした。学費も貯めていましたが、足りずに奨学金も利用しました。あ、なるほど。きよみさん、本当そうですよね。と。あやさちゃん、お金がないと進路も選べないので、ニュージーランドやオーストラリアのホームステイ、中学、高校と諦めましたもん。だからやっぱりね、教育には最大限、国が投資してもらいたいですよね。つまりは、まあ、親にはいろんな挑戦とか失敗とかその結果があるんですけども、それを子供が相続するとなると、いや本当にね、これから不況と言われる日本の中で、まあ、日本の子供たち全員がね、もう最初から選択肢を狭まれてるってことになっちゃいますから、まあ、そうなると一部最初からいわゆるね、金銭的に困らない子供たちもライバルが少ないから競争力の少ないような人生で間違ったトップを取っちゃうんですよね。だからそういう意味ではね、才能のある子供たち、可能性のある子供たちが、ただ一点、教育のチャンスがない、お金によって選択肢がないってことだけで、日の目を見ないってことは絶対に避けなければならないので、私はね、やっぱりこう、子供がね、10歳とか15歳ぐらいですか、になるまでは、教育費ってのは、まあ税金でも国債でも何でもいいんですけども、親が払わなくてもいいような状態にしてもらえたらなと思いますよね。まあ、そうなることで、優秀な子供たちが育っていったら、十分お釣りが来るぐらい、あとで、ね、国にも地域にも親にも恩返しくれると思いますからね。それこそ、社会的、世界的意義があるんじゃないかなと思います。これをね、考え方発展していくと、まあ今ね、ロシア、ウクライナの問題でも、子供たちが教育受けられないって問題があるじゃないですか、当然。で、あとはね、まだ、発展途上国と言われてるところとか、
私がよく話題に出しますルワンダとかコンゴみたいなのは本当にね、民族紛争が起きてるわけですよ。しかもそれは民族の中で起きた紛争じゃなくて、先進国が持ち込んだ紛争を先進国が去った後も引き継いじゃってるんですよね。その中では本当に日々生きるのがやっとっていう状態で、同じ人生、同じ時間を地上で過ごしてるのに、教育が受けられないってことによってね、才能がいっぱい潰されてると思うんですよね。だから直ちに戦闘をやめて、みんなで平和になってね、戦うべきっていうのは、食糧難とか、自然災害とか、宇宙開発とか、海洋開発とか、そういった自然と調和するところに、私たちはもっともっとね、考えや挑戦を至らしめないといけないのに、なぜか知んないけど、隣の国に住んでる人に攻め込んでいくとかね、同じ地上に住んでる人が気に入らないみたいな、まあ、そんなね、石器時代みたいな価値観を未だに持ってるんですよね、人はね。千羽鶴送る人をね、馬鹿にしてみたりとかね、ああいう人がなんかその、財産築いてるわけですよ。いいんでしょうか、これは。いいんでしょうか、これは。なんか本当、ああいう人が出てくるとね、まあ、なんていうのかな。まあ、熟知たるもんがありますね、やっぱりね。もう本当に、清美さん、千羽鶴ありがとうございます。私の親父だけではなくて、私にまでいただいて。なんかね、こういう、なんか喜ぶ人もいるんですよ。武井壮さんも言ってましたけども。なんかね、なんか、人が合理的じゃないことをやったからといって、それをね、なんか、馬鹿にして喜んでる人が、財を成して立場を得てるっていうのも、これも大いに、なんか世の中の矛盾ですね。どうしようみたいな感じですけど。清美さん、子供は一人ですが、5人くらい育つ資金が必要でした。泣きそうでした。はい、ド貧乏でついてくる彼女、すごい。いやー、だからね、奥さん、すごいですよ、本当に。実はね、私の奥さんね、彼女も、実家にも行ったんですけども、まあ、豊かではなかったですね。県営住宅の小さいところに、家族5人で暮らしていて、で、途中ね、そう、お金の問題でお父さんがお亡くなりになったんですよね。彼女が中学生ぐらいの時だったと思うんですけど。もう私もね、ちょっとセンシティブな内容なんで、細かくは聞かないんですけども、まあでもね、思春期に父親がそういう形で命を絶ってしまってね、そのおかげで自分たちの教育費が賄われて、社会に出れたっていう現実もあったり。だからお金って本当人が死にますからね。お金がないだけで死ぬわけなんですよ。お金なんて人間が作った架空のものでしかないわけですよ。でもそれがなぜか人を生かすことだけではなくて殺すこともしてしまうと。つまりはお金は人を生かしもし殺しもするってことなんで、どう付き合っていくかが問題ですよ。はばかりながらマイナス3500万でも私はノーノーと生きてね、すき焼きを人におごってましたからね。でもやっぱり200万、300万の借金が返済できずに、まあ、そうなってしまう人もいたりとかね。まあ、人に言わせればね、その、ディープステートが儲けるために戦争を起こして儲けようとしてるとか言いますけども、いや、そもそもお金を操ってるのってディープステートでしょって。なんでいちいち戦争を起こさないと、ディープステートは金を儲けられないんだって話じゃないですか。もう勝手に金すればいいじゃないかみたいな感じですよね。ビットコイン作ればいいじゃないかみたいな感じですね。だから陰謀論とかね、語る人もね、なんかその陰謀論たくさん聞いてくると、こっちとこっち矛盾してねえかみたいなことがいっぱいあるんですけども、まあまあそこは突っ込まずに頼ましましてもらいますけどね。キムさん、娘は学部が特殊だったから、大学生の時のアルバイトは、教授の子供のベビーシッターや大学の図書館やいろいろしてました。あ、そうですよね。あいさちゃん、千羽鶴は日本独特なので、ウクライナにはどう受け取るか分からないんですけど、思いを込めておることは否定しくないですね。そう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 。そうなんですよ。確かにね、千羽鶴をウクライナに送ったからって言って、別に誰も助からないですよ。助からないんですけど、それはそれで思っとけばいいわけなんですよ。数万人、数十万人が見るであろう、聞くだろうっていうね、そういったところで発信する必要はないわけですよね。つまりは、この瞬間にももしかしてね、思いを込めて、送らないまでも、
千羽鶴折ったりね、その他の行動で自分はちょっとお金はあんまりないんだけども気持ちだけでもっていう方がなんか腰が折られちゃったりとかね、うん、まさに国にはいろんな文化がありますけども、そういったことを通じて、例えばウクライナの方がね、なんか鶴が送られてきたけど、なんだろう、あ、日本ではこういう文化があるんだ、なるほどねと、ウクライナではないような考え方が日本ではあるのね、日本の魅力がまた見えてきたわっていう風なきっかけになるわけじゃないですか。それこそね、国によって文化や習慣が違うから、自分の国の文化や習慣を他の国には全くお知らせしませんみたいなことでいいのかなっていう極論に来るわけですよ。で、確かにね、大吾さんとかひろゆきさんっていうのは合理的なものの言い方しますし、言えばね、正論でその通りなんですよ。でも人間は感情がありますので、正論じゃないことを一生懸命やるような人もいるんですよね。っていうか大半がそういう人じゃないですか。感情に任せて損と分かってるのにやるわけですよ。私はそういうふうな人間臭さがいつまでも好きですけどね。うん。何でもかんでもね、ゴールだけが正解じゃないんですよ。敗北が正解もありますし、そもそも正解なんていうのをね、色付けするべきではないんですよね。全ての人生が貴重な一人の人生だってね。うん。それをね、しない人がしてる人にケチをつけたりするもんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、大悟さんに関して言えば、結構魅力的な方ではあるんですけどもね。全体的に見たら。まあでも、ホームレスがどうとかね、今回のこともどうだとかね。まあ自分が高みに立ったことによって、なんかそうじゃない人を、ものすごくバカにすることが続いてるんですよ。まあ大いにバカにしていただいてもいいんですけどね。ただ、人の人格の問題なんですけども、世の中にはバカな人って確かにいます。でもその人を指さしてお前がバカっていうのか、それともね、バカな人がいるんだけども、でも尊重心を持ってそれだけの評価をしちゃいけないよねっていうふうに愛情をさらに、発信してくれるのかっていうところで、また人は測られるんじゃないかなと思いますけどね。清美さん、私は大和くんの成長される姿を時々楽しませてもらうと思います。ありがとうございます。大和くんも清美さんのこと大好きですよ。私はいつも千羽鶴一方通行の思いで自己満足してます。生きてる間に10万羽を目指してますが、もうすぐ8万になります。いやー、これもすごいですよね。清美さんにしかできないことですよ。生涯で10万羽を折った人っていうのは、多分そうそういないでしょうね。ね、まあ私にとってみたら、清美さんはもう、ザ・千羽鶴ということで、誰がどう言おうとも、もう清美さん、万歳ですよね。まあ、大悟さんがどう言おうとも、ひろゆきさんがどう言おうとも、この速稼塾の私がね、隠居 TV 私がですね、清美さんありがとうと言えば、もう全部吹き飛んじゃいますよね。ノクさん、大悟館、ひろゆきさん、堀江さん、千羽鶴で来て、私は思いは届くと考えます。うん。そうですよね。うん。まあ確かにね、合理論で言えば、その通りなんですよ。じゃあ合理的なことばっかりやってたらね、じゃあお正月に、何ですか、初詣行きました。賽銭出しました。それすらバカにされるってことになりますからね。やらしてくれよ、そのぐらい、みたいなね。神様は確かにいないかもしれないよ。そんなね、1000円や2000円で願いが叶うなんて虫のいいこと考えてんじゃないか。その通りなんだけども、別にいいじゃないかよ。俺が俺の金を使うんだから。まあ、というところですね。はい。千羽鶴始めて6年。ああ、6年なんだ。じゃあ、やっぱり50過ぎて始めたみたいな感じなんですかね。私もね、50からね、新しいことをいろいろ始めようと思って、49歳のうちに、その50歳を待たずにいろいろスタートしようと思ってるんですけども、うん。まあ、まさにね、50の手習い、まだまだいきますね。私もね、やったるで、みたいなところでございます。じゃあ今日は本当に以上でございます。ちょっと長くなっちゃってすいません。良い一日をお過ごしください。今日は水曜日。水曜日だな。よし。いってらっしゃい。今日ね、私ね、Google マップをもうちょっと充実させようと思ってね、チェックしてるんですよ。ここ行こうと思って。写真をいっぱい埋め込んで、紹介文書いて、口コミをね。楽しみだな。Google マップも面白いな。あ、なんか、おかしなメールが何件が来てるの。あんまり面白くないの。まあ、いっか。
あ、ワンハウスさん登録してくれたんだ。ありがとうございます。じゃあ、以上ですね。ありがとうございます。じゃあ、最後、コメントを読まさせてもらいますね。アイサーちゃん、さて、卵焼き焼こう。私も卵焼きこれから焼きます。気が合いますね。きよみさん、ピアノ教室と学習塾を終えて、手先を使うことが少なくなったから、始めたらやれなくなりました。たこ焼きも焼いてくださってありがとうございます。この前、たこ焼き、むちゃくちゃ売れてましたね。ありがとうございます。